皆さん、こんにちは。女子レーサーとして史上初の SG 優勝を成し遂げた遠藤恵美選手。その快挙は競艇界全体から大きな称賛を受けました。遠藤恵美選手は、競艇ファンなら誰もが知る最強女子レーサーで、競艇界で非常に優れた成績を収めている選手であり、2022年に自身3度目の賞金女王に輝き、全体の賞金ランキングでも13位という記録を残している女子競艇選手です。そんな遠藤恵美選手は滋賀県蒲生郡日野町出身、1988年2月19日生まれの35歳です。遠藤恵美選手は滋賀支部に所属しており、滋賀支部には他に川北博隆選手、森田俊介選手、馬場吉也選手などが所属しています。師匠は同じく滋賀支部の A1 級レーサー深井俊久選手です。深井俊久選手は長らく A1 級で活躍している、安定の強さを持つ選手です。深井俊久選手はデビューすると同時に初勝利を収めた抜群のセンスの持ち主、そしてデビュー戦でいきなり優勝戦にまで出場しています。そんな遠藤恵美選手が所属する滋賀県大津市にある琵琶湖競艇場は、琵琶湖の南岸に位置する競艇場であり、全国で唯一都道府県が主催を務める競艇場なのです。またボートレースに続き全国で2番目に公認された競艇場としても知られています。そんなボートレース琵琶湖の最大の魅力は、なんといっても琵琶湖を一望できるところ、競争水面として琵琶湖の一角を利用しているため、美しい景色をバックにレースを楽しめる競艇場なのです。競艇ファンなら一度は訪れたいところです。淡水湖である琵琶湖を競争水面としているため、水質は淡水で水が硬いことに加えて標高が高いことから、モーターのパワーがレースに大きな影響を及ぼし、全国有数のインコースが油断できない競艇場としても有名です。遠藤恵美選手のデビュー戦は2008年5月6日琵琶湖競艇場、着順は6着でした。デビュー戦なので当然の結果といえば当然の結果ですね。しかし2008年9月24日琵琶湖競艇場での日刊現代カップ最終日1レースで4次1走目で念願の初勝利を挙げました。デビューから初勝利までがとても早く、成長の速さを感じさせてくれます。平高奈々選手は47走目、平山千佳選手はプロデビューからわずか4日後のレースで初勝利を挙げていますが、遠藤恵美選手は養成所の成績が特に目立つことのなかったことや、一発で養成所に合格していないことなどから考えると、4次1走目での初勝利はとても早く、その成長ぶりは遠藤恵美選手の大物ぶりが見えてきますね。そして実際に遠藤恵美選手は最強女子レーサーとも言われるほどの結果を残し、他の人々に影響を与える存在となっています。遠藤恵美選手の登録機は102機、現在 A1 級で、102機には河合優輝選手、前田翔太選手、上野慎之介選手、高野の哲司選手、樋口ゆかり選手などが在籍しています。ビッグネームの A1 級選手がたくさんいますね。2022年5月の優勝以降、現在まで優勝はありません。そんな現役女子最強レーサーと呼ばれている遠藤恵美選手ですが、2022年の SG 制覇は史上初の女子レーサー優勝戦1号艇をゲット、 SG 優勝も史上初、遠藤恵美選手の名を歴史に残す記録を作りました。そんな遠藤恵美選手の趣味は釣り、スノーボード、パン作り。パン作りに関しては地元のベーカリーで働いていた経験もあり、遠藤恵美選手はパン職人への道を真剣に考えた時期もあったようです。遠藤恵美選手の出身地は滋賀県蒲生郡ですが、生まれた国はブラジルだそうです。このことは選手間でもあまり知られていなかったようです。両親は日本人ですが、遠藤恵美選手の祖父母はブラジル移民とのこと。3歳までブラジルで過ごし、その後遠藤恵美選手は滋賀で過ごしたそうです。そんな遠藤恵美選手がボートレースを目指すことになったきっかけは、実子である元競艇選手の遠藤由美さんでした。一つ年上の姉遠藤由美さんと一緒に見に行った琵琶湖競艇でレースを観戦、その時に心を惹かれて受験を決意したそうです。2回目のチャレンジで見事合格しましたが、
養成所での成績は目立つものではありませんでした。102機は豊作といえるボートレーサーがたくさんいますが、そんな彼らと切磋琢磨したことで現在の遠藤恵美選手がいるのかもしれません。養成所リーグの成績で新人選手の期待度を測るのですが、卒業記念競争優勝者はもちろん、リーグ戦で高い勝率をマークした訓練生がデビュー後すぐに開花することはよくあることであり、同期の前田翔太選手は102期最多の SG 優出回数、上野慎之介選手の師匠は峰竜太選手など華やかな経歴を残しています。逆に全く目立たなかったのは遠藤恵美選手。そこから最強女子と呼ばれ、女子レーサーの頂点にのし上がっていった。遠藤恵美選手の潜在能力は計り知れないほど大きかったのかもしれません。そんな遠藤恵美選手が G3 マンスリーボートレース杯宮島プリンセスカップの初日4レースでまさかの妨害失格となり、焦点除外となってしまいました。2号艇遠藤恵美選手、5号艇日高いつこ選手でしたが、スタートし6艇横一線で1周1マーク。その後1号艇谷口可憐選手、2号艇遠藤恵美選手、4号艇水口由紀選手、5号艇日高いつこ選手の4艇が横一線で1着を争っていましたが、2周1マークで2号艇遠藤恵美選手がインから差しに行ったところ、ターンマークに接触し転覆。遠藤恵美選手の転覆に巻き込まれる形で日高いつこ選手も転覆となってしまったのです。まさかの人気2艇のアクシデント、優勝候補の A1 級選手2名の転覆となり、4-1-6の3連単のオッズは78番人気の11万680円。激しいトップ争いの結果、後輩と特大満州となりました。レース後、遠藤恵美選手は、自分はどうでもいいけど日高さんに怪我がなかったのは良かったとコメントしています。遠藤恵美選手も日高いつこ選手も怪我がなくて本当に良かったですね。遠藤恵美選手はこれからの SG チャレンジカップを目指していたため、この結果に重大な影響を受けてしまいましたが、最後まで賞金加算を狙います。 G1 もあるし残り1ヶ月頑張りたいと、まだまだ意欲に満ち溢れていました。また遠藤恵美選手が運用する SNS はないようですが、 YouTube で仲のいい女子選手や同じ滋賀支部の選手とのトークでいろんな動画に登場しているので、ぜひご覧ください。遠藤恵美選手の彼氏や結婚について調べてみましたが、今のところ公式なものも噂話もないようですが、遠藤恵美と検索すると結婚というキーワードが出てきます。調べてみましたが、どこにもそんな情報は見当たりませんでした。競艇選手同士の結婚は実際に多くありますので、遠藤恵美選手が前触れなく結婚という話も近い将来あるかもしれません。2018年5月のトークショーに小野瀬奈選手と出演した際に恋愛観について語られており、一応婚活は真剣にしているそうですが、頭の中は恋愛よりもボートレースだと思われます。競艇選手より一般の人の方がいいとも語ってもいるので、笑顔の素敵な遠藤恵美選手なら彼氏はいないと言っていても、急に発表などもあるかもしれませんね。遠藤恵美選手も年齢的にはもう結婚をしていても不思議ではありませんので、遠藤恵美選手に素敵な男性が現れることを祈ります。いかがでしたか。今回は遠藤恵美選手の G3 マンスリーボートレース杯宮島プリンセスカップで妨害失格について、遠藤恵美選手の経歴を交えながら紹介いたしました。優勝候補2人が揃った大接戦のレースでの妨害失格はとても痛手になってしまいましたが、まだまだ意欲的な最強女子レーサー遠藤恵美選手をこれからも引き続き応援したいと思います。今年は賞金女王は誰になるのでしょうか。遠藤恵美選手の活躍が楽しみですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。